皆さんおはようございます。今日はね、珍しく2台です。前のね、ボアアップエイクと一緒に、これから天城山にあるね、タロウ杉っていう大きな杉の木があるんですけどね、そこまでちょっと走ってみようかと思ってます。途中ダートが少しあるかと思います。ということでね、今日のお供はジェベル200になります。よろしくお願いします。なかなかね、ボアアップエイプ早いですね。梅雨入りしたんですけどね、今日はすごくね、いい天気ですよね。もう森林浴な感じでね、とっても気持ちのいいツーリングですね。下道だけならね、モンキーだけでも良かったんですけどね、ちょっとダートを走るってことでモンキーだとちょっとね、かわいそうなんでジェベルにしてみました。まあジェベルで良かったですね。モンキーだったらね、こんなについていけないですね。加速はいいけど、前のエイプがね、マフラービームスのなんかチタンみたいなやつが入ってるんでね、音がいいですね。前の聞くとね、やっぱこのノーマルのジェベルの排気音がなんか情けない感じになってね、ちょっとマフラー変えたいなって感じはちょっとするんですけどね。まあ音はね、静かなやつでも車外のマフラーはね、やっぱりそれなりに音がね、いい音しますからね。もう少しでね、まあ現在の伊豆中央道のね、まあこの辺まで来てるっていうことで、道の駅伊豆月ヶ瀬ですね。新しい道の駅ですね。まあここはぜひ新しくできたんでね、適当ライダーさんにまた来てもらわないといけないですね。ここはね、日差しはねすごく明るいんですけどね、まあ割とね涼しいですよね。時間もまだ8時半ぐらいかと思うんですけどね、まあ止まってもねそんなに暑い感じじゃないです。今ね走ってる道は修善寺駅からね、下田川津へ抜ける道ですね。この右手がね、何回か動画で紹介してます東京ラスク伊豆ファクトリーですね。もう営業を再開してですね、上りが上がってます。かなりね、山とかが去年のね台風の影響で崩れてるところがまだかなり目立ちますね。まあ道もね、いろんなところで崩れちゃって、利用頻度がね少ないような林道がねそのままになっちゃってますから、ことによるとね、そのまま街道になっちゃう可能性もあるんですけどね。割とまあ時間も早いんですけどね、車の流れが非常にいいですね。トップギア入れっぱなしで普通に流して走ってますからね、楽な感じ、イージーな感じですよ。山あいのね、くねくねした道に差し掛かってきましたね。この先のね、山の少し奥深いところにそのタロウ杉っていうね、立派な杉があります。今ここはね、普通に観光客の皆さんが走る道ですから、入り口さえ分かればそんなに過酷な道じゃないと思うんでね、乗用車でも行けるかもしれません。ちょっと、ご案内しますんでね。もうね、木陰な道がね涼しいですね。気持ちのいい感じですよ。くねくねしたところを走っててもね、もう5速入れっぱなし、40キロ超えてたらね、多少道が登ってても入れっぱなしですね、楽ですね。といったところでね、ここがね日本の滝100選とかに選ばれてる常連の滝ですね。結構ね有名な滝ですよ。立派な滝です。ここからねまた道のね傾斜がちょっときつくなって、さらに険しい山に登っていく感じになります。ここのね、もう少し行ったところの右手が道の駅天城越えですね。生のすりおろしわさびがねソフトクリームにトッピングされてるところです。まだね時間が早いんでやってないんじゃないかなと思いますけどね。この正面のわさびのお店ってところがそうですね。道の駅ね天城越えを出発しまして、タロウ杉へとりあえず向かいます。もう天城越えからね、タロウ杉の入り口はすぐのところになります。踊り子古道って書いてありますね。タロウ杉 1.7 キロ、ここから完全なダートですね。まあ現実には来たことがないんで、標識を見ながらね走るようになります。やっぱり12インチぐらいだとこんな感じでスタンディングになっちゃうんでしょうかね。まあジェベルはタイヤだけはフルサイズですから、まあほぼ座ってて何でもないですけどね、ゆっくりですからね。いやー、森林浴じゃないですか、これはいいですよ。
涼しいしね。川もね、なんかせせらぎが聞こえてくるようなね、こう傾斜が急なんでね、真っ白な感じ、泡立っちゃってる感じでね、そんな川というか沢ですね。いやいいじゃないですか。いいですよ。これはこちらが太郎杉って書いてありますね。すごいですね。すごいですよ、眺めが。写真を撮りましょう。高度が上がったからキャブが少し調整しないと。ああ、セッティングをすんごい綺麗なとこですね。もう岩ですよね。岩のところを流れてるからね、なら滝みたいなところもできやすいんでしょうね。また再びね、舗装されてますね。まあ苔が生えたりしてるようなね、アスファルトなんであんまりよろしくないですけどね。もう涼しいですね。横をね、流れてる沢がね、冷たい水が流れてるんでしょうね。再びダートですね。余裕ですね。これはね、モンキーでも来れたかもしれないな。太郎杉があとね 500m ですね。いや、この辺まで来るとね、ちょっとやっぱり交通量も少ないんでしょうかね。道が荒れてますね、若干ですけどね。これ天城山で一番でかい杉なんだ。でかいね。うん、53m だから結構でかいですよね。うん、でかいな。400年。今ね、450年がいいだそう。ああ、そう。これ立てたと700年だかもしれない。自然に勝手に生えた割にはでかいね。本当にでかい。でかいね。だけど飛び出てるだろうね。さっき止まったこうやって橋のとこだったんだろう。うん、あれも滝がこうなってる。あれずっと一枚岩なんですよ。うん、うん、結構なんか有名な滝みたいですよ。うん、真っ白だもんね。うん、あの岩みたいのがずっと常連の滝のところまであるからあんなになっちゃってるでしょ。ちょっとね、砂利道にしてはね、傾斜が急ですね。多分これね、ブレーキかけても止まんないですね。まあ前がねエイプなんで、本当にゆっくりね走ってますけど、ガードレールもね何もないんで、沢が随分下の方流れてますけどね。まあ太郎杉の周りはね、がっちりフェンスでガードされていてね、まあ周りの木も風よけに必要ということでね、残ってますね。あれ多分周りを切ればもうちょっと眺めは良くなるんでしょうけど、こんな風にね台風の影響で倒れちゃいますからね。あと太郎杉のところがね、少しくぼんでるような感じになってるんで、風もねそんなに吹かないんじゃないんでしょうかね。この辺りね、結構杉が倒れて折れちゃってますからね。この上にねある火山からの溶岩でね、こんな地形になってるようですね。ここもすごいですね。これからね、また旧天城トンネルまで向かいます。はい、ここからね、旧天城トンネルの方へね入ってきます。ここはね以前も走ってます。もうフラットなダートでしたけどね。今日はどうでしょうね。梅雨時ですから雨が多いんでね、やっぱちょっと折れてる感じはだいぶありますね。まあエイプがね普通に走れてますからね。エイプ自体がね、もともと完全なロード用みたいなタイヤじゃないんで、まあ少しトラクションはかかると思うんですけどね。まあ、タイヤ12インチですからね。ここね、かつてはボンネットバスがね、路線バスが走ってたわけですから、なかなかすごいなと思いますけど、いろいろね崖の上の方から倒れた木が落ちてきそうな気がして怖いんですけどね。これでもね、まだ観光資源としてね、天城トンネルを残そうとしてくれてますから、道もね、まああえて舗装はしないという考えなんでしょうけど、それでもねある程度整備されていますから、こうやってね走れるわけです。まあ観光でなければね、まあほぼ無視されて何事もねなく直されないんじゃないかと思いますけどね。ああ、今トンネルの補修工事やってるんですね。天城トンネルをね今出発して、かなりね傾斜の急な、またフラットダートをね下っていってます。やはりね人気なスポットなんでね、車もねこんだけのダートでも上がってきますね。まあ、ここに売店があったりするわけじゃないんですけど、これを見る目的でね観光の方が来てくれれば、街がね少しは潤うということでね、まあ大切な観光資源ですね。もう左がねすごい崖ですよ。よくこの道がね崩れないであるなっていうぐらいの崖になってますね。
八丁池っていうね池があるんですけど、そこまでね道は一応地図上ではあったんでね、行ってみようかと思ったんですけど、やっぱりねなんか崩れてるみたいで工事中っていうことでね、とりあえず行けませんでした。ゲートがあったんでね。というわけでね、今また下ってね戻ってます。はい、元のね道に戻ってきました。先ほどまでのねものすごい明るい日差しがちょっとどっか行っちゃって雲が多くなってきましたね。いい道の駅玉木越にね再び戻ってきました。はい、今ね道の駅玉木越を出ました。今回のね太郎杉を見に行くね動画ね、この辺りで締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。それではまた。